爪痛い。ちょっと待ってね。ちょっと痛みがね。いってるよ。さあ、私は今からアイス食べます。食べたかったな。バニラアイス。いただきます。おいしい。うん。豆腐食べてる。あ、私が言ったやつ。今日アイス2個食べたいって。美味しいよなアイスって。最近やばい。最近めっちゃアイス食べてるかも。待ってみんな。今8位なんや。さっきまで私何してたと思う？みんな、なんだっけ、星投げに必死で誰もが待ってもらえへん。あ、正解、寝てた。今喉鳴った。喉が鳴った。正解、寝てました。爆睡してました。うん、ちゃんと起きれましたよ。うん。そうなの。めっちゃ眠そう。寝起き。寝起きでアイス食べてます。
うん、嬉しい。星投げ完了、カウント完了って仕事に戻りましたよ。ありがとう、仕事のために、じゃあ私のショールのために仕事を。なんて優しい人たちなの。お腹いっぱい。星投げも仕事って書いてる。お仕事がいっぱいだね今日は。27日までお仕事いっぱいだね。ごめんな、それなのに居眠りしてたとなんてやって、ごめんな、眠たかったん。お仕事ですよ。カンブリライブの練習は全然順調じゃない。やばい。喉つぶれるし、喉つめる、うん、喉が持つかどうか。喉と、なんかルリちゃんの、ルリちゃんの時の冠ライブはあのそんな安定してたから、うん、そんな大変っていうものがなかった。けど今回チッヒーとの冠ライブが、うん、どうなるんだろうねっていうのがあるよね。だからこの配信終わったらちょっと練習します。練習してる合間に寝ちゃうかもしれないけど。消しとこ、ちなみに応募したよっていう人いますか。いるかな、応募した人。あ、冠ライブのやつです。チッヒーと私の22日の冠ライブ。もうっとーしい、なにこれ、落ちんといて、すいません。
あ、東京か。せやね、確かに。ほんまに神戸か兵庫の人しか来れないじゃないですか。関西、関西の人ら限定。確かに厳しいな。ライブお客さん入れるんかって。うん、そうだよ、入れることになりました。入れれるようにこと、え、入れれるようになりました。ゆうちゃん応援来たよって、ありがとう。来年ぐらいにはワクチン打っててほしいな。サビタがどれのか寝込んでいるの。懐かしい。もうダンサブロのライブもあれだね、1ヶ月経つんちゃう。ダンサブロのライブも岡山なので、なので今回は DM で、ね、見させてもらいます。しょうがないよね、それはね。 DM で見てください。かわいいって英語で書いてる。ローマ字、小文字、小文字で書いてくれてる。足の爪切ろう今から。今手ネイルをね取ってるんですよ。お、20日のお話し会、携帯変えたから大丈夫になった。お、それは良かったね。あ、なんか足怪我してる。オッケー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 。ね、お、あさってお話し会楽しみにしてますって。あ、嬉しい。楽しみにしといてくださいね。しといてくださいってか、楽しみに私もしてます。おしゃべりできることを、しゃべりできることさあ、爪切ります。自由勝手。カンブリライブいつなんやろ。当選2回公演あるからね。久々や、2回公演も。どうなるんだろう。モバイルは明日ちゃうとか言ってる。明日？ドキドキや。せやね、みんな声出せへんもんな、そういえば。
うちわもあかんの？ペンライトだけですか？うちはあかんことあるんかな。声とか出したらあかんって言うけどさ、うちはよくない？うちはあかんねんよ、 NG になってんねんよ。へえー、そうなんだね。なんでなんでなんでだ、分かんないやろ。なんか書いてたな。ギフトって投げていいやつとか決まってるの？ショールームのやつですか？あ、いや、決まってはない。投げていいやつとか投げたらあかんやつは決まってないはずです。私のフォロワーさんがスケブ持っていたって言ってたって。あ、そうなの？じゃあスケブ OK じゃない？何が違うの？うちわとスケブのあれが、その違いがよくわかんないね。スケブ OK なんだ。書いてないの？あれに。あーね、ウイルスが舞うからね。だってスケジュール、なるほどね。あぐのがダメなんだ、厳しいね。うちはもう仰ぐために持って入るんちゃうのにやって確かに。でもね、暑くて仰いちゃう人もおるやん。そう、それじゃない、念のために。もうその時は私のペンライトを黄色と紫を持っていれば、あ、この人私推しなんかなって気づくと思います。あと T シャツもかな、紫の T シャツ、ダンサブルの T シャツを着ていってください。50分です。今10分ぐらいで終わります。コール我慢できるかなっておもろい。それは我慢できなかった時、もう退場になるんかな。退場、声出したら退場とかあるやばいやん。
ね、コールできないのつらいよね。確かに。それはそうだ。あれ、さっき8位やったっけ？あれ、まだ7位か。うわ、めっちゃタコおるやん、めっちゃ。じゃあちょっとそろそろギフトの方を読ませていただきます。ギフトをくださった森田たけしさん、あきらさん、チャーリーさん、まえちゃんさん、ななさんですね。壇上の方を読ませていただきます。13位7オフ9さん、12位ほのかさん、11位みるぴょんさん、10位かまかりさん、9位マックスアイさんですか。8位ペケトンさん、7位メダカさん、7位まえちゃんさん、6位7オフ9さん。あれ、変わってる変わってる。13位かまかりさん、12位のぶりんさん、11位あやかさん、さやかさん、10位マックスアイさん、これ9位ペケトンさん、8位メダカさん、7位まえちゃんさん、6位、7オフ9さん、5位みゆさん、4位アバイベマーチンマンボプロフ見てね3 3位ビビビビオロゲンさん、2位のぼるさん、1位は森田たきさんでした。マッキー、お、初男女おめでとう。さやかちゃん、あやかちゃんって言っちゃった、さやかさん。うん、マンボウ、さあ次は何時や、8時10分か。次行けないかもしれないかもです、ごめんなさいって感じ。じゃあまた時間あるときに来てください。この辺6位まであと11301ポイントです。そや、星集める時間は次が7時15分から星集めで、あれ捨て星ないのこれ今回。捨て星ないんですか。何ショールーム中。ご飯は？いらない。いらない。うん。捨て星ってないんですか？
時間が空いてない時できないんだよって。あ、そうなんだ。時間的に無理なんや。1日目10位で終わりにしたいね。そうだね、10位に入って終わりたいね。それは確かに、それはそう。だって星集めは7時15分からです。なるほどね、時間があるんですね。難しい難しい。難しいな。すごいね、このポイント制っていうか、このショールームのイベントを企画したのが。カンブリライバーだったら緊張しちゃうなって。久々の劇場公演ですからね。それは私は楽しみ、不安も今はあるけど楽しみ。優しいファンの皆さん、ゆうちゃん、優しいファンの皆さんのおかげでだんだん理解してきたってできたって書いてる。できてきたんだって。私は全然未だにできてません。あと1分だって。星集めしてくるね。ありがとう、ゆうちゃん一緒に頑張ろうって。頑張るぞ。ゆうちゃんの真上見るね、見てて。8時10分からです。次は ありがとう、みんな来てくれて。じゃあまた8時10分にお会いしましょう。バイバーイ。